今月、本島北部に甚大な被害をもたらした記録的な大雨で、農林水産業の被害額が16億円余りに上ることが県のまとめで分かりました。今日、県庁を訪れたのは JA 沖縄など5つの農業団体です。生産農家の営農活動に重大な支障が生じるなど、地域農業に甚大な被害が発生しています。求めたのは、今月9日から降り続いた本島北部の大雨による被害に対する緊急支援です。県が今月22日までにまとめた記録的な大雨による農林水産業の被害総額はおよそ16億2000万円に上っています。このうち農地への土砂の流れ込みや農道や沈差地の乗り面の崩壊がヤンバル山村と名護市で合わせて35箇所確認され、被害額はおよそ8億8000万円と最も大きな被害が出ています。また大宜味村の鶏舎が浸水し、およそ2万6000羽の鶏が死ぬなど、畜産関係の被害額もおよそ1700万円に上っています。また東村の特産品などであるパイナップルやカボチャ、カキなどの農作物では、作付け後の種や株が流されておよそ1億2000万円の被害が生じています。東村の農家、金城秀明さん、大雨で畑に植えていたカボチャの種がほとんど流されました。向こうから流れたやつがみんなもう押し流して、もうほぼない、ゼロです。翌日来たらもうみんなもう川みたいにできてるから、びっくりしました。種の損害だけでも十数万円に上っています。さらに大雨でフェンスを設置していた乗り面が崩落したため、イノシシが畑に侵入しパイナップルを食い荒らされ、被害に輪をかけています。気持ちでもあればいいんじゃないですか。もう諦めが感じですよ。村民はなんか歌いました。要請では河川の氾濫や浸水の影響で農作物の根腐れや圃場の崩壊が広範囲にわたり、また道路の陥没などで生産農家が活動できないなど、地域農業に甚大な被害が起きていると訴えました。このままでは生産基盤の喪失に拍車がかかる深刻な事態も想定されることから、緊急かつ効果的な生産回復に向けた支援対策を講じる必要があります。しかも想定していなかった規模での災害なだけにですね、大変にその後の被害の広がりにも心痛をしているところでありますけれども、照屋副知事は災害復旧事業や一括交付金を活用して復旧作業に充てていると説明し、市町村や関係機関とも連携を図りながら再生産に向けた支援に取り組んでいくと述べました。